やかましい時に、おばちゃんが少ない。はい、こんにちは。おはようございます。今日は、そうね、大曽根で、ライブ放送ですけど、聴導員昇格さんが、中日ドラゴンズの帽子をかぶって、まあ、落合監督の補佐みたいな感じですけど、今日はいろいろ初心を表明してもらうということで始めますのでよろしくお願いします。まあ一人来ていただきましてありがとうございます。でまだまだ日曜の朝だからね、バカ国民の皆さんも、あこと言っちゃいかんって、戦後の教育で出来上がった民族だからバカと言っちゃいかん、正直と言ってみよう、正直善良な国民の皆さんもね、疑うっていうことを知らない。アングロサクソンはまず疑う、日本人はまず信用する、そういう違いがある。まあ、そういうことも言えるかもわかんないけどね。だからお二人はどっちかというとアングロサクソンに近い。例えば誰かが A と言って、いやそれは信用できる、 A じゃないかもしれない、ちょっと調べてみるみたいな話。普通の日本人は A だって、あそうですか、 A ですか、こういう遺伝子の中にアングロ系がちょっと入ってる。いや、それみんな入ってるでしょ。違う、たくさん入ってる。10万ぐらいある中の遺伝子の中で、もう5000、6000ぐらいがなんかアングロの方のあれが入ってる、疑いっぽくなっちゃって、で、こういうふうになった。俺は100ぐらいしか入ってない。俺はもう、はい、100万円出してください。3年後に1億になりますから、はいって言って出すっていう。純日本系に近い。それでビットマスターのところに会社が作って99万2千円出して倒産した。事務所が火事になって倒産した。でなんか債権者集会が開かれたらしいけど、こ通知来なかった。まあ行く気ないと。まあ話の種に修羅場をね、覗きに行くのはいいと思うけど。どこでやるんですか、それ。債権者集会、東京のどっかで、もうやった、アンゴロさんっていうYouTuber のアンゴロさん、あの人が言っとったの、ビットマスターのことをいろいろ言っとったの、どうして倒産したかっていう解説、まあ俺聞かんかったけどバカバカし、東京都内でやると思う。で会員がね2万人いたらしい、約だから皆さん、でも俺はランク上だった。99万2千円というのは下から1、2、3番目だ。だけど一番下の人は5万とか。警察で言えば巡査部長ですね。軍隊で言うと補長。補長ですか。そういう、もうだから俺上だからさ、このままいけばもう今頃10億ぐらいの財産。説明だとあったはずなんだけど、逆に99万2千円が消えてなくなったってことです。だけど、まあ確かに間違いないよ、99万2千円は消えてなくなったんだけど、松本っていうところの長野県のね、あそこに居酒屋があってさ、時間屋っていう、でそこにビットコインとかもいろいろそういう連中がいっぱい水曜日集まってたんだよ。この間も中継してたでしょ。そう時間屋さん、時間屋さんでそこに集まっとったもんで、そこに行くとすごくベテランもいるけど、ほとんど何も知らんような人も来てる。でそこでみんな誘われてビットマスターに金出した人、分からんことはみんな教えてくれるんだ当時ね。であの人もすごい親切な人だったんですね。
あの水車のマイニングやってる工場の人ね。どうしようしようしよう。いやだから違うんだって。それはやっぱり、マルチ商法だもんでさ、もう一生懸命やって会員を自分の下を増やせばそれだけ利益になるんだから一生懸命やった。それはそういうことだ。その事前事業で。それだけでもないじゃないですかあれは。いやビット仮想通貨の将来をそら信じと。だから仮想通貨、あの人はもう。だいぶ儲かったでしょ、あの人は。相当あの人は上の方だよ。うん。もう別に、勝ち逃げすんだって感じじゃん。あの、マルチ商法の、この、頂点じゃないけども、だいぶ上の方だったので、お金が入ってきて、相当プラスになったと思うよ。でも今はもう消えてなくなっちゃって、まあ他の、数社かなんか作ったんじゃない、ね、自分でビットコインのマイニングもされて、だから、うん、だからそれすごい詳しかったからさ、まあビットマスターは潰れたけど、まあ他に何かいろいろ知恵出して儲けとると思うよ今もね。で他におったんだいろいろ松本に、カオルちゃんちのおいて、まあ、その人本当にいろいろお世話になってた。松本駅の出たところのスターバックスで毎週水曜日の俺行ったんだ。機器にビットコインとかそういうもののやり方、売ったり買ったり送金したり、それからなんとかいろいろ教えてもらったんだけどさ、松本のマドンナ、うん、で最近ね、10日ぐらい前かな、子供産んだわ。子供生まれたわ。どこか産んだわ。名前も知らない。今度11月に行くから、この間LINE じゃないな、メッセンジャーで聞いたらね、松本の駅から15分ぐらいのところに住んどるって言っちゃったんでね、まあ、近くの喫茶店にでも行ってちょっと子供連れてこいって言おうと思って。でその時間屋さんはみんな集まっとったわけね。ところがまあビットマスターが倒産したり、それから当時は240万円ぐらいまで上がったわけだもん、ビットコインが。それがこれダーン下がって35万、40万円ぐらいで長かったもんで、その間にみんなね、コインが集まらなくなっちゃう。空中分解。もう今。だから、ほとんどね、時間屋にね、仮想通貨の連中が、ね、集まってない。でも支払いできるんでしょ。いや、今できん。この間聞いたら、ね、今できん。この間までやってる。1年ぐらい前まではビットコインの支払いやっとったけど、今はやってない。どうやっとったの？でも、すぐできるんじゃん、あれは。あれが入っとるんで、アプリが。タブレットに。で、払いたいって言うと、そこにタブレットにQR コード出すんで、で、そこに金額入れてくれるんで、こっちから移してピッと支払いすると、ビットコインがあそこのお店に行って、で、即日、現金、日本円に代わって、あそこのお店の口座に日本円が振り込まれる仕組みになってるらしい。聞いたらそういうことだ。だけど、ビットコインのまんま貯めていくという方法もあるらしい。それが選択できるっていう。で、支払いの仕組みを入れてもらうのはね、2000円とか3000円とかやってた。それもビットマスターの会員がバイトみたいな形でやるって言っとった。行ってタブレット出してもらって、そこにアプリダウンロードしてこういうふうにやるんですよと教えてくると、まあ2時間ぐらいでできるらしい。そう言って言っとった、ね、この辺だとやっぱりビッグカメラですかね。名古屋でやれる、使えるのか、ビッグカメラまだ使えるんじゃない。東京のどこかでは使えるって言ってた。でもアマゾンとかなんかでは注文できるとか聞いたりとか。まあだね、もう普及したらな。いや、もったいないでしょ、支払い方が。そんなの。いや、もうこれからの話だ。どうせ日本円の方がクズになるんだから、クズ。日本円で支払ってた方がもったいないよ、ね、どこに払ったの。いやいや、日本円がありゃいい。どんなの知らんよ、もう。先のことは。でもまあ今日のところはだいぶ
ちょっと極限状態に来とるので、ちょっとどうなるかなと思うと。今110万9500円。それはビットバンク。これはビットバンク。まあ、こういう状態でね、ガーンと下がってもじもじもじってやってるもんで、週足、冷やし、これは冷やし。だからこれこの先、まあ、自分は上がると思ってるから、まあ、現にちょっと上がっとる。だけどこれがバーンと上上がると、まあ、こんなね、十何日間もね、本当すごい、ナイアガラの。でいいんだけど、でもまあ、下がってくれや下がってくれたらいいんだよ。あの皆さん世界中の人が買うから。だからどっちでもいいんだよ。僕もね、何日か前に LINE の、取引所で、LINE ね。LINE の取引所で、ビットマックスって今、新しくできた LINE の取引所があるんですよ。聞いたことある。うん、で、いついつまでだったら、買った金額に応じてリンクっていうのが付与されるもんだから、いや何を買ってもその割合に応じてリンクがもらえるってこと。 LINE の、 トークンね、うん、ビットモックスのトークンなのかな、あれはバイナンスコインみたいな、バイナンスコインみたいなやつが付与されるもんだから、なんか抽選でどうとかそんなんじゃなくて、いくらいくら買ったらいくらいくらみたいな。あ、そう、うん、僕だから106万から9万の間ぐらいの時に、まあ5万円ぐらいビットマックスからビットコインを買って、まあリンクちょっとね4000円いくらもらえたかな、それって何、LINE のアプリ入れとれば誰でも使う。LINE あって、ビットマックスって、画面。選択する。いや、もう今終わっとるよ、そのキャンペーンは。いや、いいよ。うん、終わっとっていい。その、取引所に新たに何か登録することはないわけね。まあ、登録は一応免許証を送ったりね。やらなかった。それはあるよ。そんなでもできるよ。そんな登録してない。LINE は使ってる。これビットマックスね。ビットマックス。あと送ったの？うん。あの写真とかする。KYC の？うん。免許証を取って送りゃいいもんね。それどんな程度下がってるけど、ね。これはリンクも合わせた値段。おお、でもまあか。いくら時間？毎週。今現在いくらになる？ね、今ので全部。ビットコインと少しリップルと、まあ、リンクも合わせた、そこで買っとるわけね、いろいろ他のものも、まあまあリップルも少しね、ビットコインキャッシュだったか、まあ、で要するに取引所だな、あの ビットフライヤーとか、そうそうそう、コインチェックと一緒の、そうそう、すごいある種類。種類は 今のところだで、やっぱこの、1、2、3、4、5、6、ビットコインとイーサリアムとリップルとビットコインキャッシュとライトコインとか、うん、で、まあ自分のところのリンク。うん、これ今、何位だった？リンクは。チェーンリンクは。知らん。結構、10位ぐらいだっけ？リンクは。まあまあ上の方の。すごい爆上げしてるもんね、これはもう。それ、ディファイ系なの？なんだろうな、じゃあ LINE のあれでしょ？いや、LINE だけど、うん、いや、俺はもう、ディファイだ。ディファイ系しか買わんことにしとる。ディファイ系だ。ディファイ系だったら、ディファイのことはよくわからんね。ディファイ系を買います。うん、5万円で。3000円くらいなので、まあいいよね、まだね。まあ、そういうこと。じゃあ、俺、写真送らない、うん、免許証持ってる写真か。だったかな。まあ、多分、
ちょっと、まあ、見て、見て。そこに画面が出てくる、なんか、コードを作りますとか、やると、いろいろ作り方が出てくるんだろうな、きっと。そこに送れとか。まあ、そんな難しくないですよ。ないですよ。よし、次行くよ。あ、これラフの。今日は2020年9月の13日、日曜日。名古屋市北区、小売店、そうめん大曽根。解説してよ。また何でも知っとるで。解説してもドコモ口座で34件1000万以上盗まれた。これどうしますか。誰が悪い。ドコモが悪い。ちょっと怒ってやん。ドコモいい加減にしろ。何考えてる。お前とこ儲かっとるだろ。こんなことやせんでも。なんかそういうことだ。相当甘いんですよ、ここは。ドコモがか。なんかスキームが違う。あの銀行のさ、あの口座番号じゃなくて、あの暗証番号が4桁だよ。しかも数字だけ。だから昨日もあのニュースキャスターって夜見とって、あのビートたけしとあの人が出てるね。なんか700通りなんでしょ、4桁だと。いや、700通り入れると、うん、あの当たる確率が 50-60% 当たっちゃうと。だからまあ700ぐらいやればどっかにある当たるんだけど、大体が1111とか1231とかさ、1987とかなってるわけです。そういう人が多いもん。いや俺違うよ、俺はそんなことやってる。だけど大体自分の誕生日とかあれやってかんって書いてあるか、誰かの、あのつい歴史の好きな人やと、あの簡単に1603、1603とかね、1192とかなんか、0794とか、うん、ね、すぐ分かるね。あの番号入れといて、口座番号的にバカバカバカ入れたらなんかして、ずっとどっかに当たるって、そんなようなやり方やりました。ね、だから、どこも悪いやから。だからこれ、ね、たけしさんもな、これはどっかの劇団、なんかドコモロザッカーみたいな、ドコモコーラのドコモロザ、ドコモザの劇か、うん、あの田舎の南座とかなんとか座みたいな、どこの劇団だ、うん、まあでもすごい貴重ね、してちょっと危機感を感じて貴重してる人が多いみたいだけど、まあこの辺が13校か何校だったっけな、あれ1個もないじゃないですか、あの東方銀行は、ね、大垣協立、大垣協立、うん、まあでも口座ないですから大垣協立は、ね、まあ春日井は大垣協立多いです。いや早くチェックしないと、これ持ってない、3000万円ぐらいまた抜かれてるかもしれないですよ。これあのクレジットカード50万円不正使用とか選ぶ、もうやめたクレジットカード。だけど銀行にしてはええ迷惑だな。今まで平和にやっとったのに、4桁の暗証番号で。ところがドコモが変なことやるんで。もう株は下がったでしょ、ドコモ。下がったかな、多分下がってるでしょ、すごい。ストップ安やない？だけどさ、11バンクの 66%、 66件被害があって1800万ぐらいだって言われてるけど、こんだけまで済みゃいいじゃん。ドコモが相手パート出しゃいいんだからね、1600万ぐらい。これもあるじゃん、ドコモ。天下のドコモ。銀行にお前のとこも出せなんて言わんで。もう今回、足のところで出させてもらいます。すいませんでしたって言った方がかっこいいな、どこ。ある程度、どこ。天下のどこ。これでみんな格安スマホに。
入っちゃう。それでこれあの誰だってアンゴロさんだって、アンゴロさんが言って結局ブロックチェーンやらないとこういうことが頻発するっていうんで、ビットコインには追い風だ。そうかな。それは将来的には。次行くよ。あれ、うん、これな、この先どうなるかっていう、まあ、自分はバーンと上がらんかなと思ってるけど、バーンと下がるかもしれない。またビットコインですね。 今からあのちょうどに昇格さんが予想しますね、まあ、ほぼ当たる。いやいや、予想もほぼ当たるでね。あの長年の金融を研究しておるで、相場に詳しいから、うん、直感で5000円をこんな感じで線を引いてで、まあ、うん、まあ分からんと、金融のプロでも分からんらしいで、まあしばらく様子見た方がいいと。まあちょっとこれ、うん、ここはね、うん、今だけど、ここ1日2日は上がっとるの、うん、ちょっとね、うん、でもわからない、上がると見せかけといてボーンと下がる、うん、損切りさせる。見たことないか。あの10年ぐらいあのビットコインの相場やってるなんとかいう人がね、モーシーっていう人が、ね、あのこんなの見たことない、こんな長いこと何かあるよってな感じ、この先ね。いやでも2018年の8月から9月か夏から秋にかけてもう3ヶ月ぐらい延々ずっと70万円をってのもあったでしょ。うん、まだこんな、10日ぐらいでしょ落ちてから、うん、10日ぐらい、うん、よし。それからイオンのに屋上に自動車学校ものすごく流行っとる。どうですか。お、屋上の有効活用ですか。有効活用だけど、これ普通なんかいろいろあるじゃん。いや、あの屋上にはいろんなもんがだけど、これ自動車学校にするということだったら初めから何も作らんとか、うん、でここに上がっていくような道もいるしな。あれ札幌にもあるって書いてある。船山さんが書き込んで、うん、まだ船山さん起きて見えないですね。病院行っとんじゃん。あ、違う、今日日曜日だ。よし、これは、まあ、名古屋は雨が降ってますよ。もう結構ちょっと傘ない、傘どっか忘れてきた、家から持ってきた。こうやってよし、雨を避けて、雨を避ける。外国特派員協会の会員が半分になっちゃって、はい、ちょっと財政的に厳しいと。原因は世界の各国が日本に駐在員を置かなくなった。どうですか。いやもうこれあのだから日本の地位低下だということじゃないかって言いました。地位低下、日本の国としての経済とか、うん、政治とかいろんなものがそのもうニュース価値がなくなっちゃった。だからお金かけて駐在員を置くということが、あの低下した意義がな。でもう引き上げちゃって、意義なしってやつですね。意義なしって、ね、これで、まあ、ソウルに移したりシンガポールに行ったり、まあ、本国に帰っちゃったりしとって、結局日本には特派員がおらなくなったということで、外国特派員協会の会員が減っちゃったから半分になっちゃった。それで運営が困難になってきたと、こういうこと。あんまり関係ない話だけど、我々では。
やまあ今こういう状況だからね、まあ簡単に言えば日本っていうその国の時価総額が低下しとく、少なくなってるだと思う。じわ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 と、もう下降トレンドを抜け出せない。もうここ30年ずっと下降トレンド、レンジじゃない、下降トレンド。だけど株価は今2000円から3000円、だって年金、うん、年金とかさ、GPIF と日銀が買い支え、日銀が買いまくって、まあ、どうかなるんだな。そんなに株価だけ支えてね、株価だけが頼りの7年にどんだけの政権だった。安倍晋三さん、しんちゃんはもう、あ、明日の総裁選は菅、菅総さんが菅大臣、菅総理大臣になるけど、すぐもうあれですか、国会であれして内閣総理大臣に出て、うん、で終わりだ、国会は終わり、うん、あ、臨時国会を1日だけやって終わりか解散するんじゃない、で選挙解散じゃないかと思う。また10月に選挙、無駄な600億をかけて選挙やるんだ。その600億を他のことに使わないとね。いや、ほんでマスク配ったよ、これでマスク配ったもんで、うん、それでいいんだ、それで納得してくれと。で10万円配ったでしょ。いや、僕結構好きですよこれ。もらったやつか。いや、まあ、割と肌触りは、ああ、綿の布のな、うん、それはいいわ。で、自分の考えはね、これは可愛い夫婦の裁判が始まるもんで、100日ということで始まるわけ。だから、あれが、あの中で安倍総理大臣の名前が出てくると思うんだ、たびたびね。だから、そんなとこに安倍総理大臣が国会でおるとも、いろいろ質問されるとまた嘘言わなあかんから、とりあえず、その総理大臣を辞めて、避難したと。穴の中にね。で、河合夫婦の裁判が終わるとまた総理大臣になる。要するにそのプーチンとなんか2期までしか大統領やっちゃいかんってことだから、こう変わってさ、ちょっとやってまたこうなるっていうあれだ。大統領やったり首相になった。そうこうなって、で今度もメドベージェフだったっけ。うん、で今度、今安倍総理大臣だけど、菅官房長官がなるんで、こうなる、これはまあどっか行っちゃうんだけど、こうなる。で、河合夫婦の裁判が終わると、またこうなる、官房長官に戻る。うん、また、だけど、いろいろと嘘言ったり、なんかやったり、選挙買収とかなんかで、また当然なんかいろいろあるの。ちょっとまたこうなる。いやでも、ね、こうなる。まあ、そういう。結構住民っていう説もあるから、まあ、逃げるのもあるだろうけど、実際ちょっと難しいのもあるね。いや、俺はあの顔は10秒じゃ何の病気でもないと思う。あの顔を見て。だ嘘だ、嘘。ちょっと黒ずんでるのは、なんか、湘南かどっかで焼いて、いや、ヒサロか。それはね、あんだけ総理大臣っていうのはストレスあるからさ、それはまあ、どっか悪いよ。悪いけども、そんな やれんような顔色じゃない。俺はそう思う。
よし、次行くよ。だからもう、しんちゃんの、なんか、イメージ的にはもうすでに、ガースーさんが、もう今、首相のようなそうか、ね、まだ考えてみよう、まだ しんちゃんが、あれなのね。あれ、いつまでか。だからもう、国会で、あ、変わるまでな。菅、なんとかこう、ね、内閣総理大臣に指名するって、なった瞬間でしょ。あれもだけど、菅さんと菅直人さんがデビュー振らないと、わからんみたいな。わからんな、同じような時間だ。よし、次行くよ。トヨタの社長が、マスコミが、もう、ひどいことばっか書くで、マスコミなんかもう必要ない。ちょっと今後付き合い考える。なんか落合監督みたいに、それこそ、嘘を曲げちゃったかな。違う、あの人はもうマスコミ嫌いだったから。いや、管理されるのばっか書く。でトヨタは今回のコロナ騒動ですごい落ち込んだよね、利益が。でそれを正直に出したと、政治誠意を持って。そしたらなんかトヨタはものすごい利益が減って危ないものと書かれたけど、そんなのどこの企業だってみんな一緒じゃないか、トヨタだけは悪いわけじゃないんだと。それなのにトヨタはものすごい悪く書かれて、一体そのマスコミっていうのは何の権限があってそんなこと書いておった。特に東海地方の某 YouTuber はなんか20年後に倒産するとかね、なんかなかなか辛辣なことをなんか述べてる方もいるんで、その YouTuber さんは本当トヨタからヒットマンがね、ちょっと周囲に気をつけて、ヒットマンっていうかね、トヨタの車でなんか道を歩いてたら危険にされてるから、気をつけて本当欲しいですね、その YouTuber はね。だけどね、それはね、どこからどう考えても20年後倒産ですよ。今回はそれは知らない、コロナ騒動ではそれはどうなるしょう、ね、それとは別の問題で、変わらないからね。もう例えばさ、あんたが車を電気の車ね、電気の車をこう手配する仕事を個人でやってるとするじゃん、ね、そういう個人でやってるとするよ、手配師みたいな。で俺が車の手配師で俺が電話するわけだからって、パソコンで画面で入力してもいいんだけど、ちょっと古い人間だとそれ苦手やもんとか、もしもしとか言ってさ、車屋さんですか、はいそうです、ね、でじゃあちょっと車買いたいんだけどいいですか、はいどうぞって言って、どういうふうに注文するんですかっていう、いやこちらでいろいろ聞きましてそれ答えてくださいって、ああ分かりました、じゃあ聞いてくださいって言うと、まず車のサイズは1000cc か1500か2000か3000か4000か5000か6000かどうしますかっていう、あちょっと自分ちょっとお金ないで1000でいいですよ、あじゃあ 1000だとスターレット級のですねということになるんですけど、いいですか、あそれいいです、色はどうしますか、あ色か、色はちょっと黒でいいです、あそうですか、じゃあ分かりました、線で黒で、それからタイヤはどうしますか、タイヤって何がありますか、岡本利権ゴムとブリヂストンとミシュランがある、あじゃあかっこいいミシュランでお願いします、わかりました、オイルはアルミと筒だとどうしますか、いやアルミでいいです、わかりました、ガッチンバッで、バッテリーどうしますか、バッテリー売れ筋はどこですか、あ売れ筋はやっぱりパナソニックが一番売れてます、あじゃあそれでいいですよ、で今度マザーボードどうしますか、マザーボードってどこがありますか、
どこが一番売れてますか？インテルが一番売れてます。インテル作ってますか？いや、作ってます。じゃあ、まあそれでいいです。順番に聞いてください。で、最後に、あ、すみません、合計でいくらになりますか？170万ですか。ちょっと高くないよって言うと。いや、それでビットコインで払ってもらえれば、1割引いときます。今日中にビットコインで払ってくれれば、1割安くなります。で、あ、じゃあまあビットコインで払いますわ。じゃあ QR コードを送りますので、そちらへお願いします。で、これいつ届けてくれるんですかって言うと、いやもう明日の午前中行きますよ。明日の午前中ちょっと困りますね。明日ちょっと午後ならいいんですか。あ、じゃあ午後行きます。え？車体と部品がバラバラで来る。ってどういうこと？あ、キットで来るってことね。キットで来るから自分のところの自宅のガレージで自分でドライバー1本で組み立てろと。そうすると2割安い。うん、それで行くかな。なるほど。じゃあそれで行きますわ。じゃあそういうことで、よろしくお願いします。今からビットコイン送ります。トヨタの出番がないんですよ。どこで出るって。あんたトヨタの敵になる。あんたがトヨタを破壊するってでそれは人間、普通はコンピューターでアマゾンのようなところにこうペッパ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 ッと入れてピッと押すと QR コードが出るからビットコインにピッと。あと感染者が欲しい人が次の日来るわけで、キットで自分で組み立てるっていう人は材料が運ばれてくる。それはなんか整備士みたいな人やね、組み立てるんでしょうかね、一般の人なんて。そんな、いや YouTube で出るの、組み立て方が。でそれを見て、いやますますカチャカチャ、ますます車乗るやつが減るんだよ。いやそれいやあれ自作パソコンだよ。 あの感じな。もう全部規格がね、このソケットはここにしか入らんようになって他のところには入る。でカチャッカチャってやってプラスドライバーでギリギリって閉めると出来上がって、それでその草乗ろうと思うと、そのパソコンに、パソコンじゃなくて液晶の画面にどこそこのネジの締め方が緩いですって。ああそうかって言って、そこをギリギリって閉めると OK って言って、そういう。なんか不具合があるとね、スイッチ入れていく、アクセル踏んでも動かない。で、あれと思って見ると、どこそこが悪いって書いてある。で、横の YouTube のところピッと押すと、修理の仕方が出てくる。あ、そうか。ということで、そこをギュギュギュと閉めると、運転できますって画面で。で、もう、トヨタいらん。だから倒産するっていう。ディールとかはね、最近もこのすぐ近くに愛知トヨタのでかいのあるな。最近あれ建て替えてまた作ったの、あれいくらかかっとんのかなってね。中は快適ですよ。オイル交換とかに行ったりとかして、無料のコーヒーだなんか飲めるようになっとって、何もなしで折れたらいい感じのスペースあるけど、何億もかけてね、一等地でな。でもトヨタは、ね、5000店舗あるんですよ、全国店が。でそれは今まで系列があって競争させとったけど、もう一本で全部の車種を扱うようになったかなるんだけど、なったかな、なんかどっちかだけど。だから、トヨタカローラだったらこれとこれとか、愛知トヨタならこれとこれ、ネッツだとかなんかあったよね、確か。全部一本化したの、あれ。一本化したかするかどっちか。ほんで、車種も半分にする。
60か90かあったやつ半分ですよ。多すぎなの。60もある？写真いえ、ちょっとどういう分け方か知らんけど、もうとにかく半分にする。あの写真がね、色とか、そういうもの。無理なんですよ。でね、エンジンがいらなくなると、もう格段に故障がね、減るらしいんだよ。いろいろ。でね、部品の数も3分の2になって、値段も下がるだろう。それからね、それこそパソコンと一緒で、部品が共通化される。バッテリー、カチャ。どこのメーカーもカチャ。そうすると、長持ちするようになって、で、その、どこか悪いとこだけを交換すればいい。モーターなら4個ついてるけど、4個のうちそんな4個いっぺんに悪くなるわけじゃないけど、どっか1個悪くなるから、そいつを取ってあのモーターを取り替えれば、また走る。だからもうずっと乗れる。でもうこの車飽きたなと思ったら、車体だけ買って今使っとるバッテリーとかいろんなものをこうつけて乗るっていうこともできる。ということは、もう今の値段でいうともう 2割か3割のお金かければ、今まで使っとった部品を使えば動くわ。そういう仕組みになっているので、安くなる。で、故障も少ない。要するにその部品が共通化するもんで、バッテリーが悪いって言ったらバッテリーを、持っていて、これ引き取ってもらって違うバッテリー買ってきてカチャってやるやつ。だからもうすごい長持ちする。トヨタいらんでしょ。うん。トヨタいるか。まあ新しい業態には変わっていくだろうけど、消滅はしないでしょ。消滅はしないけど、だからもう相当小さく。でそれにその。小さな会社ね、300人ぐらいの、中小企業でも参入できる。そこのそのいいデザインの車体作ったら売れるわけ。そういうことになってくる。いいモーターを作ったら、日立や東芝じゃなくても他のソニーとかな、強制な自由感みたいな感じで、それがモーター作って、いやこれものすごい電池消耗少ないよみたいな開発したら、それつけたら動くわ。だからもういろんな会社が参入してくるから、トヨタ危ない。エネコも参入するんじゃないですか。エネコはもう自分どこで、いやあそこはこの間事業説明会聞いたら、あそこはねもうそういうことはしない。もうね、こうね、上で商品を作ってたと売っていくんだけど、この売っていくところは他の会社にやってもらって、自分とこは上の特許の管理と基本的な部分しかやらん。そんなことまでは、あのところは、ね、今ある会社にやってもらう、こういうことです。そんな車の部品作るってことはないと思う。分からん。社長じゃない、石山の、おじさんに聞かんと。それから次分かった、トヨタ倒産ということは理解できんでもいいけど、相当これから分かったよ、倒産困る状態になるよと。それから日本にある島は6852ある。いくつ行ったことある？日本の島半分ぐらい行ったか。いや俺は多分ね20ぐらいしか行ってない。20も行ってないね。愛知県の3つは、あんなところで家の近くじゃん。実家の近くだもん。実家近く生まれたと思う。行ったよ、佐久島と、島岡と、篠島。でも行きにくいよね。佐久島行き、船が出てるけど、あっちの篠島と、島岡はないでしょ、船が。いやいや、
一色港から出て出たんだ定期船が、うん、そうかな出てるよそれあれあの超あの市営の定期船が700円ぐらいで作しました行ってないじゃん2時間に1時間に1本とかは出てるよ確かに。うん、佐久島うん、ひまかじゃんか、佐久島か、うん、なんかこう、通ってね。まだ佐渡島とかは行ったことないね。沖ノ島とか、夏島とか。五島列島、まあね。沖縄行ったことある。沖縄はあるけど、本島ね。あの辺、ちっちゃい。小豆島はあるけどね。あ、小豆島行ったことある。あの、仕事。淡路島は通っただけかな。淡路島通っただけ。いや、これ淡路島ね、あれなんか温泉とかなんかあって、あの、橋の付け根のとこ行ったことある。そんな、あそこも行ったことない。大島、あの、伊豆の大島。噴火してる。大島、あの、熱海からね、なんか空飛ぶような船でビューって行った。あとフィリピンのルソン島とかね。そんなとこ、うん、フィリピンも9000ぐらい島があったし。よし、次行くぞ。あ、そんだけだ。石原幹事ちょっと調べて話しようと思ったらまだかな。夜に会ったことけばいいやん。石原幹事その難しいなんか会ったことある。旧日本帝国会ったこと陸軍参謀会ったことないよな、うん、それはだから今夜の今夜の、ね、あの定時ライブのメインテーマになるみたいな。石原かあの石原幹事、うん、この人偉い人。石原金太郎じゃない。石原幹事、この人の言うことを日本政府が聞いとったら、もう今頃日本はアメリカを超える大帝国になっとったんじゃないかと俺は思ったけど、ね、もうだけどアメリカが属国になってた。日本が世界の帝国になっただと思った。よし、まあ今日はそういうことで、今日10人来ていただいて、書き込みはこの後、うん、もうだから日曜の朝だから、もう本当に、いや、寝ともうそんな書き込むまでの、その、ね、まだつけて見てくれてるだけ、まだいいですよ。エンジンがかかったら、でも朝がね、勝負だ。2人グッドボタン。人間はあの朝が勝負。いやいや、まあ、日曜の朝はね、やっぱり、普段平日とかは、まあ、それは、朝、勝負だけど、日曜日はもうそんなに。もう皆さん、ゆっくり、日曜日、まったり、のんびり、もう2度目、3度目、4度目、ね、ゆっくりしてくださいね。今日朝、大曽根の駅の中の最近できたファミリーマートに行ったの、うん、で、あそこは2階がね、イートインになっとってね、うん、でね、使えるのが朝7時から午後3時とか、ね、わけわからん。それで、俺が自分が行ったのは6時ぐらいだった。それで、外国人のね、パキスタン人とキリギスタン人が2人おって、で2階2階使ったらいかんかって言ったら、あ、2階は7時からです。で、そのトイレは2階、あ、トイレは使っていいじゃん。イートインのトイレ。あ、そうかって言って、2階行ったらさ、まあ、25歳ぐらいの女の子が2人座っとった、使っとった、使っちゃいかん。で、下降りてきてさ、上に2階に2人女の子おるけど、あれ、使っとるけど、俺使っちゃいかんかって。使っていいかいかんかって聞かれたら立場上それはいけませんと言わない頑固ってなってる。だけど行って座っちゃって使ってたらそれは帰れとは立場上言えるという
で、おもちゃの行って使うかって言って使っとったら、オーナーが来て、ここは7時からだからここ使わねえくださいっていいの。オーナーが来たからか、オーナーがこかったから、そういう話です。あれ午後3時で終わりっていうのは、多分隣がスターバックスなんで、隣のスターバックスがもう夕方営業、あのこのイートイン使うのやめてくれと、うちにお客来るの少なくなるね。少なくなる、ね、全部買って俺へそ曲がりだから多分、ね、そうじゃない。100円ね。100円で飲める。で、Wi-Fi 使える。だから、なんで300円も出して、スターバックスのコーヒー飲まないか。硬い椅子で。3倍コーヒーがうまいか言ったら、別にそんなこともないですね。どうかすると、ファミマのコーヒーの方がうまい。ね、ま、だから、うん、10年後スターバックス半分閉店だ。で俺今週中にスターバックスの社長に手紙出そう。もうこんなことやってると10年後半分閉店だよ。でどうせよって話は7月7日ね、七夕の日、女子従業員全員浴衣で仕事したらどうする？ニュースになる。今から準備して浴衣着る人はちょっと練習してもらって、せっかく美人や可愛い従業員確保してるんだから、宝の持ち腐れたで、せめて1年に1日だけ7月7日全員浴衣。そうね、大勢の従業員さんみんな美人揃いでしょ。あ、じゃあ違う、7月7日全員いる方だ。これはいい。皆さんに見せれないのは本当に心苦しく思うわけであります。あれ？味親父さん、柴田さん、あんたの。わ。いや、私は消防員昇格です。柴田さん。じゃあちょっと、じゃあ柴田さん呼んでくるから。うん、ちょっと。よし、まあ、じゃあ終わるか。え？柴田さんのファンが来たとかね。まだよろしく言っときますね、柴田君には。いいでしょ、スターバックス7月7日だけ女子従業員全員が来た。いいと思うよ、俺は。あの全日空とね、確か JAL もそうだけど、7月7日ね、搭乗カウンターのとこ全員浴衣。知っとる？見たことある？ああ、なんかニュースで見たことあるわ。いいよ、だから浴衣っちゃう。1年に1日だからいい。あれ、ちょっとふんなちゃん見えない。朝からライブ。朝からね。こんなね、朝寝とる人はね、それなりの人生しかないね。なんか朝早く起きてね、いつも4時半から散歩だけど、今日はね、大曽根の駅でね、目が覚めた、ね。くまちゃん芸能人、投資家アンドレアの嫁に一人お願いします。イタリア人のな。だから今言っとったんだよ、スターバックスもさ、女子従業員で美人や可愛いのおるからもったいないで、1年に1遍ぐらい浴衣着て7月の7日だけでもちょっと営業したらどうだって社長に手紙出すと思ってたよね。だから日本のスターバックスのね、社長この前も手紙出したらね、梨のつぶてやで、そういう会社ダメだ。だから10年後半分閉店ですって言っとる。でもそれ分かったらね、危機感がない。危機感がない。どんどんさ、ファミリーマートとかああいうところのイートインが増えてさ、Wi-Fi 使えるし、ね、椅子はちょっと柔らかいし、スターバックスみたいなこんな板じゃないんだから。で、いつまでもってもいいでしょ。
で味だってスターバックスの方がうまくてさ、ファミリーマートがまずいわけじゃないで、しかも100円じゃない。あのスモールサイズ。スターバックス300円ぐらいじゃない。なのそのうちに閉店、あの半分閉店だよって言っと、今のもまだと思ったら、熊ちゃん。いい時代が流れてる。熊ちゃんは芸能人。42歳、ベネチア近くの豪邸に住まいにちゃって。豪邸と結婚するわけじゃないんだ。42歳はいいよな。でもイタリアで見つからんってことはさ、あのイタリアの男の人ってやたらめった声かける。結婚してくださいみたいな感じでさ。そういうものすごい推しが強いよ、ね、イタリアは。それで見つからんちゅうなると、それちょっとなんか問題があるって言っちゃうくらいあるけど。いやね、日本でもね、30過ぎぐらいで、結婚したいと思ってるけど、そんな人とは出会いがないとかさ、それからその言葉でうまく言えんからとかね、職場が男ばっかだとかね、そういういろいろ名前、こうあだ、こうだ、あだ、こうだって理由つけてね、だから結婚できないって言う人おるけど、それは全部嘘だと思う。じゃあお前何人に声かけたんだと、何人に付き合ってくれとかそういうこと言ったんだって言うと、いやそれは人をもらんって言うんだよ。そんなのできるはずないと思う。俺が知ってる人でね、うちってやつ、うちって内側のうちね、セントリアで一緒だ。でそいつがね、親が病気でね、あ、ちょっと、くまちゃんの芸能人、米田コーヒーの霊場、あ、米田コーヒーなんかすごい、もう、あれや、天野さんって、米田コーヒーの、美人だよ、40歳、40歳、最初見たとき22だったけどね、もうだん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 、ちょっと今40過ぎた。いや、伊沢さん、誰がいないっていう。なんか言って、いや俺嫌だったんだ、あんたに世話するともうその男がもう大事だよね、嫌だよ。なんでかというと、ね、その男に 何を求めとるか言うと、自分は込めたの店長、しかも 2点、込めた2つあっち行ったりこっち行ったりして店長やってる。だからもう家を守ってくれってこと、家におって洗濯ね、ゴミを出す、それから町内の会議に出る、それから家の周りの草を取る、まあそういうもろもろのことをやってくれということで、収入なんか少なくていいんだと、持ってこなくていいと思う。下着ぐらいで、あとはもうこっちで用意するから、洗濯機とかなんかあるからもういいと、そういう人いないと。いや俺の知り合いにそういう人悪いけど、いないっていない。いないって言った。ちょっとアンドレアさん無理です。それは褒めたの店長だから。そういうことです。それで何だったら、あ、うちね、うちがなんで結婚したか言ったら、独身の女の人ね、まあそんなしない、40、50は別にして、20代の独身の男性だ、独身の女の人に全部片っ端から声かけて、結婚してほしい、ちょっと話があるで、どっか喫茶店に来てって言って来るでしょ。で何って言うと、結婚してほしいって結局ね、親がね、母親ががんかなんか病気になっちゃって、もう3ヶ月とかそういうふうに言われちゃったらしい。で親父も、もうとにかく早く結婚してくれと、その長男で、母親を安心させて、死ぬ前に安心させたいみたいなことがあって、だからうちってやったら真面目だからさ、空港で仕事しとったら、空港の人に片っ端からさ、話があるとか言って呼ばって、コンビニのイートインみたいなところに呼ばって、何ですかって言うと、付き合ってほしいって言ったんだみんな断られてる。それで最初に高校の時の同級生の、俺知ってるやつの親父の娘なんだけどね、伊藤さん、
高校の時の同級生だったらしい。でその人にも声をかけた。そしたら、いや私はちょっとあれちょっと無理だから、まあ、一応回ってきて誰もいらんかいなかったら私のところまた来てって言ったらしいんだ。でずっと回って声かけてみんなからこう断られて、結局その伊藤さんのところ娘のところにまた行って、いやもうこんだけ声かけたけど誰も結婚してくれる人がいなかったと、もうあんたしかいないんだと、こういうことで言ったら、そういうことでその伊藤さんの娘が無邪魔しやな仕方ないねということで結婚したんだよ。で今子供が2人おって、ものすごいワンパクコースの2人子供がおっていいパパだと。で伊藤さんも娘に結婚して、うちちやつが結婚して、それで時々父親の家に来て、それでそれと、いやこの辺ちょっと直してくれって言って、この辺ちょっと直してくれって言うと、うちが金槌とかなんか持っててガッ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 やるって言ったら、ものすごいいい息子が来たって言って喜んだ。こういうね、だからアンドリアさんもそれでやらないかな。ちょっと待ってね、この人何の話だった、終わるか、あれこれ何の持ってた、いやそこになんか置いてあったから、あ今日来るでな、いや今日来るけど、今日ねこの人、このチームの40歳ぐらいの、まあ AKB48 のプラス20みたいな感じの、でまあ歌ったら歌ったりするんだけど、この中の誰かが2人来るの、このソング。いやもう来たのね、昨日来たから。昨日か、あ今日じゃない、昨日来たらしい。でこれ持ってた、これを土曜日、金曜日に見に行ってきたんでしょう。この中の誰かが、まあ、見ても分からないけど、3人が出てきて、動画アップロードしたら一人、うん、これなんかね、予約制度の会場がいっぱいだから人気あるから、コロナで人数制限してる、あんたに予約するの、いやいや別にあんたが仕切っと、仕切ってないお前ダメだお前はいいとか、半分に制限しとるらしい、入場の人数、本当は40入るところが20しか入れてないみたいな、予約が必要だと、こういうことに。ちょっと今ちゃん芸能人熟女、まあ熟女は熟女、熟女ってどういう言い方して、今もう、あ今のあれか、ちょっと見せて、熟女って言っちゃちょっと失礼だぞ、いやいや熟女じゃないよ、見てみ、みんな可愛い、これからですよ熟女って、そんな人気のありこと言ったなんか本当にこれ見てほしいっていうのこのね、ショーのライブハウス、まあなんせね、とにかくね見てほしい人がステージで踊ったり歌ったりする、どこだ見たいっていう人が来てるからで、ね、ものすごく盛り上がった。それは分かった。まあね、自分自体はちょっとね、ああいうとこはね、ちょっと慣れとらん。ちょっと慣れがいい。で、1500円で7時半から9時まで。で、なんか飲み物。あれ、飲み物って俺コーヒー飲んだけど、お金もあるのに、なんか。で、9時以後も、そこで何かあるけども、それ参加するにはさらに2000円出して、あれ何、最初から3500円出したらどんどん注文できる、うん、コーヒー2杯とか3杯とか、うん、そういうことで、酒も飲めるらしい、だからいいっちゃいい、だけど9時以降何があるか知らん。マスターとか他の人が歌ったり、人にギター弾いたり、ギターがダッと並んどったり、そういう何かあるわけかな。で、お客が出て、お客が歌うのもあるわけかな。そういうステージ、ちょっと、ね、ラッキーさんが来てる。何をとするとこう、かっこいいな。入ってきて。
クマちゃん芸能人熟してますやん。熟すなんて言っちゃいかんって。これからよ。これから。ラッキーさんが、皆様おはようございます。コメダコーヒー店なんだ。モーニングセット豪華ですか。さっきゆで卵食べてるの見たけど、いやここはコメダじゃなくて、そうね、大曽根、ここのねモーニングはいい、あのコメダよりはいい、コメダよりはいい、コメダはね、トーストと卵だけど、ここは他にパンが2個つくし、トーストはないけど、まあ、選べる、これともう一個食べたけど、一個はちょっと取っといて持って帰るんだけど、二個選べるのね、自分とこで焼いてるパンをここで作った、で野菜がちょっとついた、ボウルに入るからいいよ、ここの。でここは何がいいかというと、Wi-Fi が切られる、1時間で切られる、ずっと、もうアメリカのスターバックスと一緒で、もう朝スイッチ入れたらずっと、あ、ここ夜8時まで行く、8時まで Wi-Fi がつながる、スターバックスに1時間ぐらい切れる、やめようって言っとんだ社長に、そういうバカなこと、そのことやっとるんだ、お客が減るわって言っとる、ダメな、スターバックスの社長は聞く耳持たんと、昔さ俺の好きな秋篠宮って人、知っとる？秋篠宮ってあれ弟陛下ですよ、天皇の弟、ひげやしてあの人がいろいろ皇室のやり方について私は考えがあっていろいろ言ったと、ところがその宮内庁の長官とかそういうところはその聞く耳持たん、でそんなね1億でできることをね20億でやる必要なんかない、身の丈でやればいいんだと言って言っとるのに、聞く耳を持たんということを言っちゃいかんだ、言っちゃいかんこと言う、あの人時々。それで俺はまあスターバックスにこんなことやっとるね、10年後半分閉店ですよと言っとる、だけど聞く耳を持たん、秋篠宮が宮内庁長官になんか言ったらしいけど聞く耳持たん、要するに宮内庁長官の俺の方が上だとお前下だとこういう感じだもんね、いらんこと言わんとお前黙っとる、そんな感じ、いや実際知らんよ、ちょっとラッキーさんね、憧れの名古屋喫茶店モーニング伝説だよ、ね、伝説じゃない、こっちは常識だよ、名古屋のモーニングっていうのは常識だよ、それでないとお客は来ん、でも日本米田はシンプルだけどね、ゆで卵とトーストだけって、じゃああそこはね、あんこのこう塗るやつかな、あんこ、ジャムとか、ジャム、バター、あんこって、あんこが、まあ卵かけご飯とかね、ここだと卵かけご飯っていうのも選べるし、もう一個違うところだとおにぎりにして、とかね、そういうこともできるもんね、ご飯モーニングとかに。愛知県のね、平均的な1年間にコーヒーにかける金額、ね、それと東京とか大阪とか広島とかそういうところの人の1年間にかけるコーヒーの金額全然違う、10倍ぐらい、愛知県コーヒーが大好き、いやコーヒーだけじゃない、こういうところに来てどしゃべるのが好き、何かじゃん、なんかどっか行くとさ、ちょっと行こうかみたいな、なんていうの、応接マニアじゃない、各家に、そんな感じで、くまちゃんは芸能人、岐阜もモーニングすごかったですが、愛知はどこがすごいですか、どこがすごい、そりゃあまあ好き好きだけど、
いや、これすごいなと思ったとこあるけど、どこだったかな、忘れちゃった、まあ、この辺じゃない、まあ、だけどあんまりモーニング目当てにコーヒー飲みに行くわけじゃない、あのあれだよ、まず第一 Wi-Fi があって切れん、大事なこと、それとあの 100V のコンセント、それであとはまあそういうことか、コーヒーの味はどうでもいいんだ、あのモーニングもどっちかというとどうでもいい、ちょっと待ってね、ラッキーさんがトーストと味噌汁が相性が良いのを知ったのは愛知県、トーストと味噌汁と相性がいい、ちょっと違うんじゃないこれ、いや別にダメではないと思うね、やっぱり味噌汁はね、焼き魚が相性がいい、まあやたら豪華なモーニング、モーニングじゃねえだろっていうところもあるもんね、午後2時までやっと、昼過ぎまでやっとってね、でなんかサラダ、野菜サラダだの、パスタだの、唐揚げがあったりとかね、魚フライとかあって、ご飯も、お味噌汁もこんなのモーニングじゃねえだろって本当に、ヨーグルトがつけてる、いやあれね、従業員にものすごく負担になってるよ、きっと。それで値段はもう相場があって抑えられてるんで、利益が出とらんかな、本当に。ちょっと待って、ラッキーさんがコーヒー飲めないものは不利なんだよな。別にじゃあコーヒーじゃなくても、他のジュースかなんか。でもコーヒーが一番安いよ、どこでも。あの女の人の飲むものが高いんだよ、だから、ちょっと連れてってかっこいいとこ見せようかなって思うの、そういうとこ、そういうこと、よし、じゃあまあ今日は終わって、俺今日初外歩いて帰ろうかな、あ雨だ、雨ならいいか、雨なら大通りまで走って帰って電車で帰って、でも風がやから困る、ああそうそう、またあれか、またあの大人の駅のスペシャルスペースで夜を、いや傘あるから一本、いや傘あってもダメなの、まあ、荷物が多いでね、別に俺は家に帰らんで、おかわりして Wi-Fi があり、昼ぐらいまでいればいいでしょう、おかわり、200円のからおかわりコーヒー、まあいいや、まあ、どっか行くわ、あのまたスターバックス行って、あの女子従業員からかうか、あのなんでからかうかって、ハワード手術知ってますか、いや知るわ、聞いたことない、スターバックスに行かなくても怖いもん、そうね、大勢そうね、大勢美人ぞろいだって、ハワード手術知らんかって、いや知りませんって、それからそのスターバックスっての全世界で何店舗あるか知ってるか、いや知りません、一番は過ぎてますんだって、当たり前だって、全世界で従業員何人おるか知ってるか、いや知りません、数万人おると思いますが、当たり前だもん、世界一の売り上げの店はどこにありますか、いや知らん、考えたことない、めちゃめちゃ面白い、それであのここはあのスターバックス の店舗の何店舗目ですかって聞くと、いやそれは分かりません、だけど領収書に書いてある何店舗目って、あのシャープ1213って言ったら1213店舗目がそこの店 の番号、出店番号だから、あのここ の大曽根のスターバックスっていうのは1000円なので、いやそんなこと初めて聞きました面白い、そういうことこれ、あのあ昨日あのおった人ね、9時までおったんだけど閉店まで、そしたら YouTuber の人でしょって知ってる人、知ってるのって 見たことあるって言った、あそうかって言った、
だけど、ね、スターバックスでね、ライブやるとね、まずいことがあるから、ね、著作権違反の警告というのが来る。困る。なんかそういうこと言うんですか？Google に連絡するやつがおるんだ。こういうことやってるやつがおるで、取り締まれと。そうすると、Google からこっちにね、警告しますみたいなメールが来る。で、困る。あれ？柴田さんもドラゴンズファンですか？ドラ吉ですよ。もうドラゴンズが勝つとものすごい機嫌がいいんだ。で負けるとなんかね当たり散らす。柴田くんは分かんないけどね。柴田さんは分からない。僕も借りたんでね、これ柴田くん。あのね、ドラゴンズのグラホームグラウンドとか、東名古屋ドーム。ここから歩いてくる。まあ2キロぐらいだね、ここからね。駐車場が少ないだろ。だって歩いてたわけ。まあ、家でもないわね。この人が2キロや3キロなんか。2キロ、3キロなんて距離じゃない。あっ、あれ今、いくらなの？名古屋東部に入るのに一番安い席。まあ、外野って1500円でしょ、5階席が。で、内野の方に行くとどうなる？いや、もっと跳ね上がるんだよ。はい。まあ、野球の好きな人はどんどん来てください。名古屋ドーム近くに。JR の大曽根で降りて、それで地下鉄に乗って、地下鉄だよな。地下鉄に乗って名古屋ドーム前っていうところがある。まだ安いよ、200円ぐらい。一つ目で降りて、でそこの名古屋ドームに、はい、そういうことです。今年はどうなの？中日は8月いや9月だから、ね、だいぶ試合終わった。ちょっと消化試合じゃないの？ピッチャーがしっかりしとって、監督がしっかりしとれば勝てる。もう消化試合ですよね。消化試合何？それは自力優勝が消滅して、もうそんなクライマックスシリーズがないんだから、優勝セリーグはね。争いに絡んどらん。全然絡んどらん。中日。もう下の方確定か。それはまだ分からない。2着より下はまだどうなるか分からないけどね。1着はより読売新聞の子会社が図抜けちゃっとるんです。あれか、渡辺常さんのカット。まあそこは特別だからな。中日は何？打つやつが打たんで投げるやつがしっかり投げんかったっしょ。そうみたいな。分からんけどね。まあだけど阪神の不安っていうのは熱狂だね。面白いよ阪神ファン。阪神教の信者。すごいよあっちに。今の日本人はみんなマスク教の信者だから。あ、マスクね。シーア派が多い。俺はスンナ派だけど、シーア派、電車の中でもね、マスクしとらんやつ。まあ、俺、自分一人だ。他のやつはみんな真面目にね、マスクしとらん。マスクなんか効果ないって。そんなもう、あれだろう。ウイルスだって細かいんだからさ。マスクなんか通っちゃうんですよ。それはナイロン袋がなんかとかやってやればいいかもしれない。いや、意味のないことを同調圧力でみんなでやるっていうのが好きな民族だからしょうがないですよ、それはね。お前もマスクしてるじゃねえかって、これはもうネタで、安倍もマスクしてるだけだから。1億総発狂。冗談でしてるだけだよ、これ。まあ、やりたい人はやる。でも、なんか夏マスクやっとると、まあ、体健康に悪いんだし、
子供なんか収穫が医学常識は嘘ばかりだから、子供に健康に悪いことをだから刷り込んで病気にさせるわけでもね、じゃないと医者が儲からん、儲からんと思うんで、製薬会社医者が儲かるように、医療制度っていうのは一つは自民党ね、製薬会社、医師会、この3つがどこか赤坂がどこかの辺の料亭で集まってこそこそって決める。あんたが例えば製薬会社に自民党にお金配る人とするよ。で俺が自民党だとするじゃん。医師会の武見太郎みたいな、ちょっと古いけどさ、武見太郎みたいな人がいて、おいどうするんだって。で3人が決めるわけじゃん。いやこうしてくれたらお金こんだけ出すよみたいな。いやお金欲しいけどって言ったら、いやこうして、じゃあこうしてよみたいな。じゃあそうしますわみたいな感じで、医師会もうちょっとお金入ってくるようにしてほしいで、ちょっと協力してくださいよ製薬さん。じゃあまあどんどん薬使うように制度作って、法律作ってもらってやろうやって3人で決まって、じゃあそうしようか、じゃあまあよろしくお願いしますみたいな感じで解散する。赤坂の料亭一つの部屋でね、で決まる。患者がいない、患者っていうね、国民中いいようにされてる、困った。それであのあれでもそう、血液製剤の昔あったよ、非加熱血液製剤、あれが中にエイズのウイルスが入っとるから世界中は禁止しとるんだ、世界中禁止した。でそこでまた医師会と自民党と製薬会社が赤坂の料亭に集まって、おいどうするんだ、もう血液製剤や、世界中では中止しとるけど、日本はまだ在庫がこんだけあるで、なんとかしてもらわないと困る。で、まあアメリカとも関係があるんで、アメリカがもう自民党に電話が来とるので、ちょっとね、在庫を全部なくするまで、ちょっと禁止するな。で、まあ3人で相談して、じゃあもう在庫なくなったら禁止しようか。で、在庫がなくなったら禁止した。で、その間にもうダーッと、エイズが。薬害者とね、エイズが蔓延した。で、今度もそれと同じようなことで、最近会う人が出た。これ一緒だなと思った。なんだと。ここ2、3日ニュースで出た。なんかだった、なんかそういう問題があった。なんか在庫があるんじゃダメ。わけ国民の健康が大事か、在庫が大事かって。そういう問題。在庫です。在庫を一掃して、もう大体なくなったら在庫処分場だからね、日本はワクチンでも農薬でも、世界のなら何割とか言ってたら日本で使っとる、わけわかんない。まあいいや、とにかくそういうことで、まあ大していいことないと思うけど、まあまた明日、今日夜やれ、家に夜さっき言ってた石原幹事、あの人の言うこと聞いとるよね。今頃日本はね、世界の帝国になっとる。ところがあれ機関もんで満州に飛ばしちゃったんだ。戦犯で処刑された東條さんと仲悪かった、だから満州に飛ばされていっちゃった。で満州でいろいろ活躍したんだ。よし、そういうことで今日は終わろうか。今日日曜日ですけど、はい、まあ今日帰ってね、ちょっとバイナンスで、あれ、コスモスか。コスモスちょっと買うかどうか考えます。できれば500円よりもっと下がった方がいい。570円だね。ちょっとね、500円割ったらいいけどね。いいけど、それだったらステラルーメンを。IOST か。あれに買っといた方がいい。よし、それじゃあ皆さん、
言えばあんたあれ持ってるでいいじゃん。はい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 、はい。だった？はい。はいはい。エイダエイダエイダ教の信者だ。よし、それじゃあ皆さん元気でやってください。